はいどうも、ホワイトタイガーです。今回はですね、トヨタのハイエース、200K ですね、こちらのマニュアルの、クーラーですね、ブロスイッチがあるんですけれども、これがですね、0、1、2、3、4とあるんですけれども、1の時には風は普通で、2でちょっと、大きくなりますよね。で、3でもうちょっと大きくならないといけないんですけれども、3にするとまた風が弱くなる。そして4にするとマックスで出ます。はい、この場合ですね、1でも2でも3でも出なくて4しか出ないとか、1、2出て3、が出て4が出ないとか、ということであればですね、レジスターの方を、疑ってもいいんですけれども、少なからず1でも2でも、3でも風が出て、4でも風が出るんですけれども、この風量がですねおかしいと、この順番通りですね風が出てこないということであれば、ここのブロワーのスイッチですね、このスイッチの本体、これ自体が悪い可能性があります。ついでにですねレジスタの方も変えておいた方がいいと思うんですけれども、こういった場合はですね、風量がどこでも出るんですけれども、おかしいといった場合は、スイッチの可能性が高いということになります。ではですね、僕の感じ方によって違うと思いますので、こんなものを用意しました。よいしょ。はい、簡易のですね、もうくるくる回る、扇風機みたいなやつですね。はい、これでですね、どのぐらいの風量が出ているかっていうのをですね、ちょっと確認してみたいなと思います。はい、それではですね、今風量は0の状態です。風車回っていませんね。まずは1からやってみましょう。1です。1じゃ回りきれませんね。はい、次2です。あ、回りましたね。1よりも風が大きいということが分かります。次3です。はい、3になる。3でもっと風が強くなからないといけないのに風車止まってしまいましたね。で、4に行きましょう。はい、4はもちろんマックスで回りますね。はい、ちょっと壊れそう。壊れる壊れる。はい、このように、3なのに、風止まりましたね。風は出ているんですけれども、この風車は回っていません。これを2にすると、風が出始めて、はい、扇風機、風車ですね、回っています。はい、これ1でも回るかな。1じゃやっぱり止まっちゃうんですね。はい、1でも一応風は出てきています。なので1の風量とこの3の風量が同じぐらいの、風の強さということが、この動画でわかると思います。2が強いですよね、ちょっと。はい、こうすると風車回りませんね。あ、回り始めましたね。はい、ちょっと最初抵抗がありますので、もう回り始めたらこうぐる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 回ります。はい、4だとそうですね。うわー、はい、これでですね、一応絵的にはですね、どういう状態か分かったと思います。一応ですね、このスイッチの方ですね、こちらの方を変えてみたいと思います。はい、ブロワースイッチを交換するためにはですね、ここのですね、パネルをですね引き出さないとちょっと交換できませんので、こいつを引き出したいと思います。はい、パネルを外しました。後ろのですねカプラーを少し外して、はい、これですね、ちょうどここにあるやつ、はい、これをこれがスイッチになりますので、これをですね、変えていきたいと思います。はい、スイッチのところとですね内起動、外起動入のところですねが外れてきました。これからですね、この上の外起動入ですね、このワイヤーがどこに繋がっているかというと、これです。はい、内起動入、
回帰動です、ね、これを外していきたいと思います。はい、外れました。大軌道入、大軌道入、外れました。はい、あとはですね、これを交換していくっていう形になります。交換していきましょう。こっちが新品ですね。はい、こちらが、今までついてたやつですね。まあ焼けもなく、まあなんで悪くなったんでしょうかね。まあとりあえずちょっと交換してみましょうね。はい、内気導入、外気導入の方も取り付けました。これでですね、本体の方にバッと取り付けていきましょう。はい、ネジもですね、2つ取り付けました。これで固定されてますので、あとはカップラーをつけてですね、本体をこちらの方に取り付けていきましょう。はい、無事パネルをですね、取り付けることができました。あとはですね、ちょっとバラしているところを組んでですね、まあ、実際に、直っているのかどうか、ちょっと確認していきましょう。はい、それではですね、組み上がりましたので、ちょっと風量の確認をしてみたいと思います。ちょっと脇やってですね、次の日になっちゃったんですけれども、今度ですね、また風量が確認できるように、はい、お手製の、はい、風車ですね、こちらを使って確認していきたいと思います。はい、それではですね、風量まず1から確認してみたいと思います。今0です。風出てません。1いきます。はい、1はですね、風出てるんですけれども、まだですね、動かすことはできませんね。じゃあ2に行きます。はい、はい、2にすると風車回り始めましたね。このぐらいの勢いです。では問題の3に行きましょう。はい、3にしました。音でも分かるように、風量出てますね。はい、4にしましょう。はい、マックスですね。はい、ぐる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 回ってます。大丈夫ですね。はい、今まではですね、3のところでは、全然回りませんでしたけども、今3の位置でこんだけ回ってます。はい、遮断して離しても勢いよく回ってますね。はい、今回はですね、このグロワのスイッチですね、これが悪くなって風量がですね、きちんと出ていませんでした。でしたので、まあ今回はブロワースイッチをですね、交換すれば問題は解決しました。先ほども言った通りですね、どこのレンジに合わせても風が出なかったりとか、ハイだけだったりとかですね、3だけという場合はですね、今度レジスターが、悪いということがありますので、そちらはですね、また別の機会にという形になりますけれども、今回はですね、ブロワーのスイッチを交換して、無事風が出るようになりました。はい、まあ良くもない、トラブルですね。レジスターもほぼほぼないんですけれども、まあ、クーラーの風が出ないといったらですね、結構ブロワーモーターが頭に思い浮かべると思うんですけれども、まあ、こういったですね、ブロワーのスイッチだったり、まあ、レジスターですね、こちらが悪くなることもありますので、症状を見ながらですね、まあ、トラブルの診断をされてください。今回はブロワーのスイッチを交換してみました。ありがとうございました。